北アルプスの豊かな雪解け水が流れ込み、多種多様な生き物が住む富山湾。滑川の海は多くの種類の魚が見られるスポットとして人気があります。いいお天気です ね、 ね、本当にいい天気でよかったね。今はね、アオサという、 こう海藻がすごくこう生い茂っているところがあって、そこに これくらいのアイナメとかキジハタとかの子供がこうちょこちょこ隠れてて、すごく可愛いですよ。夏のかくれんぼという感じですかね。そうですね。富山市でダイビングショップを営む木村明信さんに案内してもらいました。船に乗り沖に出ることの多いダイビングですが、滑川の海はすぐに深くなるため、陸からそのまま潜ることができるのが魅力の一つです。行ってきます。この日の海水温は28度。水の冷たさが心地よく感じます。前日まで降り続いた雨の影響で海水が濁っていたものの、木村さん早速魚を発見しました。海洋深層水を引くためのパイプの下に隠れていたのはマツカサウオです。鮮やかな体の黄色と体を覆うゴツゴツした鱗があり、パイナップルフィッシュとも呼ばれる魚です。この魚はここに住み着いていて、木村さんは幼魚の頃から成長を見守ってきたそうです。さらに海底をゆっくり進んでいくと、目の前には鮮やかなアオサの仲間の海藻が一面に広がっていました。そこはまるで海の中に現れた森のようです。よく目を凝らすと、海藻の陰に小魚たちがたくさんいて、大きな魚から身を守る隠れ家になっていることも実感することができました。さらに奥へ、水深15メートルになると太陽の光はうっすらとしか届きません。木村さんに促され岩の隙間を覗き込むと、そこには卵を守るマダコがいました。シマダイやマダイが卵を狙う中、母ダコは岩に産みつけた卵に新鮮な海水を送り、孵化するのを促していたのです。他にも子孫を残すための行動をとる魚を見つけました。美しい背びれが特徴の山鳥です。実はこの山鳥、繁殖期を迎えていて、メスを勝ち取ろうとオス同士で縄張りを奪い合っていました。綺麗な魚の群れだけでなく、滑川の海では命の営みも見ることができました。緑の青さ、あのカーテン揺れるような感じで、はい、とっても幻想的で綺麗でしたね。綺麗でしたね。植えた水草のところとかで生活してるんだなっていうのをこうやっぱり見ると、海に対していろんな学生さんたちがやってることとかが、あ、こうやって生きてるんだなっていうのを感じられて、ますます海を好きになりました。富山の海の良さは、まあ、いろんなその生物が多種多様にいるので、それのこうちっちゃいものから大きいものまで、その今ちょうどこう子供が生まれた時期とかで、そのちっちゃい子供が成長していく姿を毎日追いかけて受け入れるところがいいですね。そうですね、僕にとっては世界ナンバーワンの海ですね。海と日本。